ミン、ミン、あやみん、はい、こんにちは、くやたゆみです。今日は帰ってきました。久しぶりの1000円企画、イエーイ。はい、ということで何を1000円するかというと、ちょっとね、これは何回も続けてくらいになっちゃうんですけど、マックでーす、イエーイ。ちょっとね、私がずっと食べたい、もう多分遅いであろうスプーンシリーズをずっと食べたくて我慢してたので、この1000円企画を買って食べたいと思います。買ってきました、1000円分。ちょっとね、私が欲しかった月見パイとか月見シェイクとかが全部売り切れてて、もうハンバーガーしかなくて悲しかったんですけど、まあバーガーが食べればもういいかなっていう。今日は久しぶりにマックのサラダとウーロン茶とモリモリポテトと、これが何日かの濃厚とろり月見、これ3種類あるじゃん、絶対この食べるなら濃厚とろりだろうなって。で、ちょっと月見パイがなかったのでアップルパイにしました。アップルパイも美味しいじゃん。はい、ということで早速いただきます、イエーイ。わーいわーい。私初めてウーロン茶頼んだって、黒ウーロン茶なんだね。おぉ、じゃあちょっとサラダからいっちゃおうかな。いっちゃおうかなじゃないよね。サラダから食べようかしらっていう。いっちゃおうかなっていうのはハンバーガーから食べる人で、ね。いただきます。うわ、うん、おいしいな、マックのサラダ。何も食べていきたいと思います。うわー、おいしそう。初めて私多分月見バーガー初めてです。多分なんかあんまり月見ってそんなに、なんかめっちゃイベントみたいな、そんなイメージないけど、今年すごい日行くからさ、なんか食べたくなっちゃう。いただきます。うん、はいはい、こういう味なのね。おいしい。なんかチーズが結構チーズの味する。このバンズが柔らかいの好きだ。うん、結構バンズが柔らかめの方が好きです、私は。うん、おいしい。うん、おいしいね。初めて食べた。ポテト多いな。卵の上についてるソースって何ソースだ？マスタードソース？いや、タルタルソース？違う。なんか見たことある。オーロラソースかな？合うね、そのソース。なんかほんと、このパンって珍しくないの？すごい、念願って感じ。まあこれで思い残したことない。でもマー君に早くグラコロの季節が来てほしいなって思ってます。グラコロ行ってたっけ？まだ先か。でも冬、寒い日、まだまだか。グラコロ来てほしいです。もうグラコロが大好き。これからマックみたいなさ、人気のファーストフードみたいなのって新しくできないのか。サラダの完食。はい、そしてアップルパイ。久しぶりのアップルパイです。私、前までアップルパイ食べれなかった。なんか、お母さんとかお姉ちゃんが好きで食べてたんだけど、その時は、全然このアップルパイの美味しさがよくわからなくて、最近もほんと、好きなんで、シナモンティーとか、いただきます。月見パイ食べたかった。うんね、トロッと入ってる、トロッと。本当にちっちゃい頃って結構みんなあんま食べれないんじゃない？これやっぱね、どんどん大人になるって年を重ねるにつれて、このちょっと変わった味の美味しさをこう知るので、もう多分癖になる。でも今は本当に美味しい。こういうちょっとアップルパイとかも苦手だったし、あとあれだ、人参が特に嫌いだった。甘い人参とかでも全然今はもう食べれるから、やっぱ年を重ねていくにつれなんか癖になるんだよね、その味が。すごい、これ「ハッシュタグ濃いめ」って書いてある。やっぱり濃いよね、すごい苦い。ちょっとアルバイトしてみたいな。こういう本当になんかみんなが知ってるようなチェーン店みたいな、サーティワンしたいんですよね。
絶対でも可愛いじゃないですか、洋服が。もう絶対腕痛いんだろうなと思って。アイシャって痛いじゃん、最初とか特に。パッと見なんかすごい楽しそうで、なんかしてそうだけど、結構アイスこうやってやるのが大変なのかな。もうちょっとやってみたい。ごちそうさまでした。わあ、おっしゃった。はい、今回は久しぶりに1000円企画をやってみました。すごく幸せな企画でしたね。しかも月見シリーズも食べれたので、また次の季節に迎えちゃいたいと思います。次なんだろうね、やっぱグラコロかな、早いかな。でもグラコロは絶対食べるので楽しみにしてください。あとね、1000円企画どこをやろうかなって迷ってるので、ぜひやってほしいところあったらコメントで教えてください。さあ、いいなと思ったらグッドボタンもチャンネル登録もしてください。では、バイバーイ。